安倍総理大臣は6月に次期経団連会長に就任予定の東レの榊原貞之会長らと趣味のゴルフを楽しみました。ゴルフには経団連の榊原次期会長のほか、前会長の御手洗冨士男が一緒にラウンドしました。今週水曜日の春闘集中回答日には自動車や流通など大手企業の多くがベースアップ実施を表明しました。今日調子はいかがですか。まあまあ、今日は賃上げの話題なんでしょうか。皆さん順調にいってますから、他の方々ね。安倍総理はこれまでデフレ脱却のため企業に賃上げを求めていたことから、経済界のベアに向けた取り組みへのお礼も兼ねたものとみられます。